皆さん、こんにちは。受験合格コピーの二宮です。今回もですね、モニターさんのインタビュー企画配信していきたいなというふうに思っております。今日話聞かせていただくのが亀井さんになります。まあ、女の子がね、いらっしゃるご家庭で、ちょうどタイミングとしては新5年生をね、迎えているという、そんな時期に今なっておりますので、まあ、お子様がですね、どんなふうに学習しているのかということを、今回もですね、お話を聞いていきたいなというふうに思っております。ではね、早速本編行ってみたいと思います。どうぞ。じゃあ、亀井さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はお休みということで、午前中は晩ご飯の準備とかしてたんですか？まあ、洗濯だけして、ちょっとあと自分が花粉症で病院行きたかったんで、花粉症の薬をもらいに、はい、春が来たなって感じです。でも午前中とかやっぱ洗濯とかされるんですね、お休みの日。そうですね、妻の方も仕事に行ってるので、うん、まあ、僕が休みは僕がやるし、うん、まあ、分担じゃないですけど、まあ、お互いそうしてやってます。前回が12月にお話を聞かせていただいてて、はい、少し時間が経ったんですけども、まあ、おそらく浜学園の方でも、まあ、新5年生に、あ、そうですね、もう始まりました ね。まず最初そこちょっとね、お聞きしてみようかと思うんですけど、どうですか、新5年生になって。ちょっと人数が増えるので、その同じ、成績分けのクラスでも2クラスあって、まあ、今まで同じクラスやった子が、成績同じクラスでいても、その別クラスになって時間がちょっとずれたりとかで、なんか会えんくなったって言ってる友達がいてたりしますね。うん、そう、5年生のタイミングでやっぱ人数増えたりもするんですね。もともと多かったんですけど、やっぱ新5年生で入塾される人が、まあ、ちょっと詳しい人数は聞いてないですけど、増えて、クラスが増えてました。でも教室の中が、まあ、例えば、まあ、前30人クラス1クラスやったのが40人で2クラスぐらいのイメージですかね、になったんで、まあ、教室の中がちょっと人が少なくなったとは子供は言うてますね。まあ、大きく変わったのが3教科国産理で行ってたんですけど、うちも社会も教科が増えたので、まあ、子供がちょっと授業時間が、今までは1日に通塾しても、そのまあ2時間というか、まあ一単位っていうんですかね、一コマの授業やったんですけど、初めてその二コマ授業を5時から7時で、7時から9時っていう、まあ、割とね、4時間なので、学校終わってから長い時間塾行くようになって、で、まあ、お弁当までは行かないですけど、ちょっと軽食持って行って、間の休憩でおにぎり食べたりで、まあ、その生活リズム的にちょっと子供は変わったかなというところですね。でも、なんかそれがお弁当を持っていくのがちょっと楽しんでたりもします。うん、一気にやっぱり5年生になると増えますね、時間が。多分去年の春ぐらいのお話でちょっと言ったような気もするんですけど、まあ、教科数が多いとその子どもの負担になるかなって言って、うん、4年生の時はもう3教科に、うん、まあ、あえて抑えたじゃないですけど、うん、まあ、それでやってたので、まあ、当初の計画通りといえば計画通りですし、で、まあ、子どもの、そのお友達とかで、もう4年生から社会やってる子ももちろんいてたので、うん、そういう差はあるんですね。うん、授業の時間数が増えたので、学校の宿題もね、やる時間がちょっとタイトになってきてとか、ちょっと頑張らないと。で、その2時間ある日が、今週1回、その2教科の授業の日はあるんですが、まあ、浜学園の通塾は週3回なんです。今、月水金で行ってるんですけど、水曜日だけが2教科やるので、もう5時から9時までなので、帰ってきたらすぐ学校の宿題やっていかないと追いつかないんですけど、うん、まあ、その帰ってきて5時までに学校の宿題が終わらないと、9時に塾終わって帰ってきてからしないといけないので、うん、なんかそこら辺ちょっと寝る時間が若干遅くなってるかなっていうのはありますね。うん、まあ、でも言っても10時とか、まあ、10時半ぐらいには寝てますけど、うん、この2月から新5年生授業始まって、最初ちょっと、まあ、増えたわっていうの子供も言ってた。まあ、でもすぐ慣れてますね。で、子供も多分年齢的に体力も上がってきてて、うん、そんなにこう負担感はないような感じは、うちの子に関してはしてます、うん、やっぱりこう成長するんですね、1年でね、体力的にも。そうで、なんか最近すごい早起きが、寝るのも遅くなってるんですけど、早起きがすごくて、家族の誰よりも早く起きて、で、朝早起きすると自分の好きなことが、スマホ見たりっていうのを前もお話ししたんですけど、朝6時に起きて、まあ、朝食までの時間にこう、YouTube を見たりとかっていうのをしてますね。あー、なるほどね。確かにさっきのスケジュールをお聞きすると、学校行っ
って帰ってきてからね、はい、塾があったとしたらもうずっと忙しいんで、そんな時間なかなかね取れないですもんね。そこまでなんかキチキチにはしてないんで、帰ってきて30分ぐらいはこうゴロゴロダラダラしてるんですけど、まあそろそろ時間自分で考えてやらな知らんでって言ったら、まあなんか気ぃついたら始めてるって感じで、なんか自分の中で、まあ、学校から帰ってきて4時まではちょっと遊ぶ時間って決めて、まあなんかそれなりに時計見て自分でも配分はしてるのかなと、まあいつまでもこう親が早始め早始めって言っててもちょっとこっちも疲れるので、うん、ちょっとそこはなんかそろそろ自主性というか自分で計画を立てるっていうのもやってもらいたいなっていうのはその奥さんの方とも話をしてて、うん、まあ、なるべく自分で気づいて動き出すっていうふうにしてもらいたいという親の希望ですかね、うん、一番最初お話聞かせていただいた時に、塾に行く時も近くにこう CD ショップがあったりとか、なんかそういうねところをこう楽しみにしてるお子さんだったので、まあ印象としてそういうなんかこうね、あの自分の時間も楽しみたいんだっていうことをね、あの持ってらっしゃるっていう印象があったんですけど、学習に関してもでもこの1年のまあ自主性がすごく出てるっていうのは、やっぱりお子様のまあ成長が感じられるところなのかなって親御さんからしてもですね。まあでもそんなすごい大したもんでもないんですけど、まあなんか、そうですね、自分でも分かってるけどちょっとダラダラしながら時計チラチラ見たりとかっていうのは、うん、まあ、ちょっと意識づけだけでもできてたらいいんだなと思ってます、うん、勉強はこう辛いもの楽しくないものにもなってほしくはないんですけど、でも必要なもので、まあ、勉強した先に何があるみたいな、ね、話はするんで、うん、まあ、そこはこう遊びとその勉強、自分の勉学とのバランスはちゃんと自分で取り合うっていうのは、うん、まあ、ゆったりはしてるんですけど、あの前回お話を聞かせていただいたのは、まあ、12月の時に、まあ、クラスが上がって、はい、でまあ、問題もねクラスごとにこう変わるっていうお話があったので、なんかこう学習をしてる時に解けないこう問題があって、ちょっとね気づいたらこうポタポタ涙を流してたりするんですよねなんていうお話あったんですけど、最近はどうですか？涙は流すんですけど頻度はちょっと減ってきてるというか、やっぱりねクラス上がって、一応その新5年生のクラス編成の時も全体のテストの成績見てクラス分けがまたあったんですけど、一応まあ元々のクラスを維持できて、ただでもやっぱりその一番下から数えると、まあちょうど真ん中のクラスなんです。浜学園は下から H クラス、S クラス、V クラスっていう風に上がっていくんですけど、今はまあ S クラスで、まあ、S クラスでこう多分真ん中ら辺をこう浮いたり沈んだりしてる中で、ちょっと自分の実力みたいなものも気づいてきてて、5年生成り立てで結構波が大きいんですよね。なんか偏差値で言うと30前半を取ってきたり60代半ばを取ってきたりが、そのテストであってすごい差があるので、その点数が悪かった時に悔しそうにもしてるし、どっちかというと割とね性格的になんか楽観的なのか、で次のテストで、まあ、点数が悪いとちょっと頑張る。で、頑張ったら点数が上がって、それをキープしてくれたらいいんですけど、点数が上がるとこのまた油断してしまうっていうのを、ちょっとこの2、3ヶ月ぐらい、まあ、そういう傾向はあるのかなとは思ってるんですけど、なんでしょう。あんまりこう、クラスが上がって、周りの子がこう成績が良くて、自分ができへんっていうのも、そんなこう、まあ、結構それも当たり前なんかなっていうふうに受け止められるようになってきたので、こう涙が減ってるというか、できへんでもできへんものをできるようになればいいんやなっていうような、なんか受け止め方をちょっとずつできるように、なんか今まではそのできへんっていうショックだけをこう感じてたんですけど、できへんかったらじゃあ何せなあかんのやろうっていうのを、まあ、ちょっとずつは本人なりにこう泣かない方法でこう消化していくようにはなってってるような気はします、うん、さっき偏差値がすごくこういい時悪い時とっていう話ありましたけど、特に理科が、まあ、理科って基本的に暗記物じゃないですか、うん、特にあの植物とか動物、虫とかって、まあ、覚えるだけじゃないですか。でやっぱちょっとあの虫が苦手とかっていう話も今までね、女の子でその虫の絵見ても気持ち悪いだけやからなかなか興味が湧かなくて、で苦手なジャンル得意なジャンルの差がすごい、まあ、偏差値で20近く出てくるんで、そこはまあ得意なところを伸ばしたらいいのか苦手なところをこう潰していかないといけないのか、ちょっと戦略的にねこれから迷うんかなとは思うんですけど、で月1回のその復習のテストみたいなもの範囲が狭いんで、まあ、割と取れたりするんですけど、その実力テストみたいなその
今まで習った範囲1年間全部みたいになってくるとちょっとやっぱり苦手なところが目立つんかなみたいな感じはします、うん、なんかその山を張るじゃないんですけど、なんかそういうのをして見事に外してましたね山を張るって確かにねありますよね。私ね、小学4年生というまあまあ範囲ね、理科とかすごい広い範囲やってるんで、まあ大変やなと横で見てて思うんですけど、うん、今まで結構こういう傾向あるからこれは絶対出るんじゃないみたいなことを一緒にね、こう過去の問題振り返ってみたりはするんですけど、まあでも得意なところは成績を下げないので、まあボトムアップしていったらいい、まあ受験に向かってはそれでいいのかなと思うんですけど、うん、学習への意識が高まってるのかなっていうふうに僕は感じるんですけど、どうですか？割とそのやりだすとすごい集中が長い子なんですよね。なかなか始めへんなと思って、いつになったら始めるんかなっていう様子を伺ってて、なんとなくこう自分で決めてる時間パッて時計見て、そのテキストなりノートなり開いたら、そこからまあなんか平気で1時間2時間黙って黙々とやるので、やり始めるとその勉強自体も楽しい部分もあるようなことは言うので、うん、なんか一歩やり出すのがちょっとね億劫なところ、まあ、子供なのであるとは思うんですけど、あとその勉強に対する意識っていう意味で言うと、やっぱなんか塾とかあんまり休みたくないみたい で、うん、で前に多分言ったことあるかもしれない、あるアイドルがすごい好きで、ストップリってストロベリープリンスっていうアイドルが好き で、うん、で去年コロナで公演が中止になったりしてたんですけど、再開した時にこうチケットを抽選で申し込んだのが2月に当たってたんですね。もともと行けると思ってた日に応募してたのが当たったんですけど、公開テストっていう月に1回のテストがの時間と被ってしまったんです。もともとやったらその受けれる時間帯のテストのはずやったんですけど、クラス替えとかの加減で試験に行けばコンサートに行けないし、コンサートに行けば試験に行けなくなるっていう状況になったんですけど、でもそれを子供に選ばせようと思って、どうするって、まあ、試験受けるかライブまた次にするかどっちがいいって聞いた時にすごい悩んでたんですよね、うん、まあ、でもライブは行きたいけど、お父さんギリギリ試験だけ受けて遅れていった間に合わへんかなとか、うん、試験ちょっと早退とかできへんかなとか言ったりで、やっぱりその自分の好きなものと勉強とちゃんと自分でこう天秤にかけるっていうこともしてて、そこでまあ勉強したいっていう気持ちもちゃんとあるんやなっていうのが、まあ、なんか今回すごい分かって、うん、まあ、でもなんか子供なりに最終的にライブには行ったんですけど、公開試験欠席するとクラス分けの評価とか1個空白ができるんで、その後のこう成績表とか見た時にここが何点やったらもうちょっと上がったのになとかっていうのはつい最近言ってた話ですね、うんうんうん、前回ねお話聞いた時、こう土日ねどっか遊びに行こうかって誘ってもまあいいよみたいなね、そんな反応されてるなんていうお話もあったので、やっぱ塾に通ってテストを受けながら、その学習っていうね塾が用意してるカリキュラムにこう今沿ってることで中学受験に向かうような形っていう風にどんどんなってますね。そう、中学受験考え出した時に当初まあ親2人ともその中学受験なんて経験してないですし、周りにまあそういうことを教えてくれるというか、まあ、情報を手に入れる場所がなかったので、まあ、やっぱ大手塾でその中学受験への道みたいな、このカリキュラムとかタイムスケジュールみたいなものをやっぱ管理してもらえるというのが一番のメリットかなとも思ったので、まあ、その中で子ども自身も慣れていっただけなのか、その意識づけができてきたのか、まあ、その両方やとは思うんですけど、今はその中学受験をするっていうことはすごい肯定的に捉えてくれてて、浜学園って僕そんなに詳しくはないんですけど、まあ、一番最初去年こう入塾をして、はい、まあ、新4年生のタイミング少し遅れてね入塾されたっていうところから、うん、スタートをして、で最初はね下のクラスからスタートをしてますというところから徐々にクラスこう上がってきて、だんだん意識も高まってきて、まあ、中にはね、そのクラスなかなかやっぱり上がれなくてっていう子供たちもたくさんいるんじゃないかと思うんですよ。浜学園ってやっぱこう、ね、やっぱりこう、有名な塾ですし、クラス上がっていってる、まあ、学習っていうのにね、こう、向き合ってる以外にも何かあるのかなっていうところもちょっと個人的には気になるんですけど、どうですか？亀井さんから見て。ちょっと意外に、と親から見ても意外だったんですけど、割と負けず嫌いな部分も、表面には、出さないんですけど持ってるみたいで、誰々ちゃんがどこどこ の、 その、まあ、何々のテストで何番に名前が載ったっていうのをすごい言ってきてて、あ、意外と成績気にしてるんやと思って、うん、全然知らない子の成績がすごいな、例えばその一番上の V クラスのなんかその
成績のいい男の子がおるっていう話じゃなくて、身近な友達がこのいい成績を取ったとか、あと、ね、進学塾なので成績でクラス分けも明らかに分けられるんで、一緒に上がった子が下がってたりとか、まあ、結構頻回にクラス分けは前3ヶ月に1回かあるんで、上がったり下がったりが当たり前の中で、まあ、同じように勉強してる友達が下がってて自分は上がってるとかっていうのも、まあ、割と勉強が成績に直結して、まあ、それがクラス分けっていう評価に出たりする部分で、やっぱ勝った負けたじゃないですけど、張り合いみたいなものはあるようになってきてるみたいですね。もしとかがあんまり少ない個別塾とか家庭教師とかっていうのは、その順位がなかなかつかないというところでは、あんまりこう感覚的には親のこっちもね、分からなかったとこなんかなとは思いますね。そのあたりやっぱり集団塾のね、こう競争心っていうのが、はいはい、あの強い子どもたちには向いてるよとかよく聞きますけど、まさしくですね、今のお話、負けず嫌いっていう、こう男の子のねイメージ結構ありますけど、女の子でもやっぱりそういう面あるんですね。いや、なんか多分その対象がやっぱり身近だとか、こう心理的にこう近い子だっていうのもあるとは思うんですけどね、あの全然多分自分とはこう成績がかけ離れた子、全然こう交流のない子たちのことはあまり聞かないんですよ。やっぱ友達でこう普段遊んでる子とその成績とがこうリンクした時に、あの子がこのぐらいでっていう話をちょこちょこするようになってきてるんで、でなんか学校とかでも誰々ちゃんがどこどこの学校を目指してるらしいみたいな話もね、ちょこちょこ出てくるんで、あ、やっぱ意外に気にしてるんやなとか、その小学校に行った時に別の塾に行ってる子の話をしたりとかも時々するので、見る方向が変わってきてるのかなっていうのもありますね。親としてもね、新たにこう発見する子どもの姿っていうのはね、はい、やっぱりありますね。なんかいつまでもこうちっちゃい子ども扱いしてた自分が、子どもの成長にこの認識が追いついてないっていうのが、この1年すごい大きいような気はします。亀井さんとしてもこう最初どんな風にね受験をするか、まあ、今ね小学校私立行ってますし、そのまま上にも学校があるし、まあ、外部で中学受験もできるしっていう中で、お子様がね学習どういう風に進んでいくのかっていうのはまだわからない面もあるっていう風なお話が最初あったと思うんですけど、お子様はでも受験の意識っていうの出てきてそうですね。それはそうですね、なんか、まあ、具体的な学校の名前がまだ全然決まってはないですけど、まあ、比較にされるようなその学校の名前とかを見て、どこどこってどういう学校なんかなっていうことは出たりもします。あ、そうですね、インタビューの直後やったと思うんですけど、塾でその面談みたいなやつがありますかみたいな話最後になったと思うんですけど、このインタビューで、あ、そうや、面談とかってどうなんやろって塾の方にちょっと相談したら時間取ってくれて、そこでその子どもの成績だとかそのキャラクター的になんか向く学校があるのかみたいな話を時間取ってもらって、なんか懇談をちょっとすぐにやってもらえて、で、まあまあ、まあ4年生の今の成績で、まあ、頑張ればこれぐらいの学校まで行く子は平均的に多いですよみたいな、こう具体的な学校の名前とか、こんな学校があって、ここの学校は割とスパルタでこう元気な子が多いとか、この学校は自由な校風ですごい女の子が伸び伸びとか、まあ、そういう話聞かせてもらって、もちろん子供もまあ同席して一緒に僕と子供と妻と3人とで聞いたら、まあ、親からの情報だけじゃなくて、それで塾の先生がこんな風に言うてくれたとかっていうのも、まあ、割とこう第三者からの情報って子供にとってはすごいなんか新鮮というか、ほんまにそうお父さんの言うてる話と、まあ、先生の言うてる話があるんやなっていうのもなんか分かったみたいで、まあ、浜学園さんすごいなんかレスポンスが良くて、まあ、聞いたらすぐ今週にでもじゃあ来てくださいって言ってくれて、なんか僕たちがそういう面談とかすぐしてもらえるかどうか今まで使ったことなかったんですけど、まあ、すごいレスポンスは良かったですね。すぐ面談してくれるっていいですね。その面談してもらった先生は、まあ、授業は担当してもらってないんですけど、まあ、進学担当 の、 その、まあ、ベテランの先生やったんですけど、家族さんの方からどんどん言うてくださいと、あの、ご家族によっては毎月どころか2週間に1回ぐらいそうやって面談されるお母さんもいてるんで、もう遠慮なくおっしゃってくださいって言われて、あ、じゃあどんどん活用させてもらいますっていうのを、親の方からもサポートを受けるためのこう積極的なこうアクションってどんどんしていった方が、まあ、まあいいなと思いましたね。そうですね、なんかそのあたり最初よくわからなかったりするんで、こうちょっとね遠慮したりとか、その時塾の先生とかはお子様の様子とかなんかねお話面談の時出たのかなって思うんですけど、あ、ちょっとなんか自分からちゃんと質問ができるようになってきたっていうのをあの報告してもらいまして、あんまりこう
恥ずかしがり屋とか自分からこう疑問に思ってても、こう授業が終わって先生これ教えてくださいって言えなかったんですけど、まあ親御の方からね、そんな聞いてちゃんと塾で教えてもらってるんやから せいな損やでっていう話をしてから、まあ、ちょこちょこ聞くようになってみたりで、まあ、先生も回答の方にお手紙とか添えてくれて、こういう質問を受けましたので、あの回答してますみたいな、まあ面談ではなくてもその回答用紙に書いてくれたりとかして、まあ、そこら辺はその各教科の先生も見てもらってるみたいですね。まあ、子どももそうやって授業の雰囲気とかその質問することが当たり前っていう風紀あの雰囲気に慣れてきたので、まあ、最初ちょっと緊張しながら1年行ってたのがようやく、まあ、分からんかったら聞くっていうのを、まあ、やってくれるようになったので、僕もだんだんこう難しくなってくるとうまく説明ができなかったりするんで、まあ、ちゃんと塾の先生に聞いてっていうのは言って、まあ、それができるようになったっていうのは、まあ、変化というか、成長じゃないですけど、塾でね、お子さんがどんな風に過ごしてるかって、そういう機会でね、知れるのはやっぱりいいですね。割とこう浜学園ってこう大きな駅の横にあるので、こうビルの雑居ビルの中に入ってて、こう親はその下のエレベーターで待ってるんですよ、まあ、人がねいっぱい塾終わる時間って一緒なので、子供たちがこう、まあ、上の階から降りてくるのをこうビルの下で待ってるっていう形なので、まあ、先生に会う機会って割と少ないんですよね。なんですけど、まあ、そこでまあ先生の方にメールをしたりとかで、授業の内容がここがもう一つ分かってなさそうなんですっていうのを言ったら、そこじゃあ今度フォローしときますっていう対応してくれたりとか、そのなんか電話での問い合わせ、メールでの問い合わせとか、その面談のレスポンスはすごいあのいいと思います、なんか浜学園って今の話を聞くと、こう関西だとねそういう形が多いのかは分からないんですけど、なんかすごくいいですね。まあ、僕もその別のね塾とかがどういう感じなのか分からないですけど、そのある一つの体験だけで言うと、そうやってすごい好印象といいますか、ちゃんとやってくれてるんやなっていう、はい、感想ですね。あのこっちの方からどん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 こうアタックをかけた方がよりこう教えてもらえるというか、で逆に言うと言わないと、まあ、何もこう困ってないのかなっていうふうにこう見過ごされたりもするかもしれないですね。あの僕たちが最初前半こうどう面談とか使っていいのか分からへんかったっていうのと一緒で、なるほどね。でさっきのお話になったお子さんがあの質問をするようになってきたって、多分こう自分の中でここちょっとねうまく消化しきれてないよっていうことが多分自分で分かってるっていうことがないと質問ってなかなかできないのかなと思うので、お話聞いてると、あのこれまでの印象よりもさらになんか学習頑張っていこうっていう風になってるんだなっていうのを今のお話でもまたちょっと感じたんですよね。多分そのクラスちょあの一つ上がって、最初浜学園のカリキュラムの説明をさせてもらった時に、徐々にこう難易度が増える分、その1回の授業でやる問題数増えたりするっていうお話させてもらったと思うんですけど、H クラスというその一番下のクラスは基礎の問題で、まあ次のその S クラスっていう、まあ今うちの子いてるところはもうちょっとこう応用問題までやる、で V クラスまで行くとそのチャレンジ問題までやってっていうカリキュラムというか、まあ授業構成なんですけど、まあクラスが上がって難しい問題もやらなあかんようになってきたので、多分一番下のクラスだったら、まあ、すぐ理解もできて割と回答正答率も高くて、その疑問に思わへん問題しかやってなかった、で、あの授業クラスが上がって難易度も上がったので、分からない問題とかこう理解するまでにちょっと考えないといけない、それこそ難易度が上がってきたので十分理解できてないところはこれ分かれへんっていう、こうその先生聞かないといけないという機会も増えたのかなっていう、まだね新5年生っていうタイミングなので、この5年生の1年間結構ね、大体5年生結構大事とかってよく言われるんですけど、多分今の話聞いてるとすごくいい1年間になりそうな、僕はねすごく感じたんですよね。今中学受験する人ほとんど5年生のうちにもう小学校の、まあ、範囲ってやるっていうじゃないですか、5年生中に終わらせて6年生はもう受験対策っていうふうに聞いてるんで、まあ、親の方としては今年1年だいぶ今何て言うんですかね、構えてるというか怖いというかちょっと緊張してきてますね。いけるんかな。そうですよね。あの5年生の1年間っていうのは本当に、まあ、学習量も増えたり、まあ、最初あったようにこうね塾行く、まあ、日数増えたり科目増えたりとかで、そうなってくると家でのね、あの学習時間少し減っていくっていう、このサイクルがすごくなかなかやっぱ難しかったりだとか、あとはね、難易度もどん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 5年生の1年は難しくなっていくんで、やっぱりこうどうしてもこう成績がね、上がる子もいれば下がっていく子もいるっていう、なかなか難しい1年間って、
まあ、言われるんですけど、そうですね、なんかまあ子供とも、まあ、話もするんで、5年生ってすごいなんか大変らしいでみたいな話はするので、あ、まあでもやってみないと分かんないですけど、うん、まあ、ただまあね、あの分からないことに取り組むってい こう形だけはなんとかこうで、あと勉強するこう集中力、座って学習に取り組むみたいな、まあ、忍耐力というか集中力みたいなものはなんとか4年生でね身についてくれてるんで、まあ、そのまあ勉強に取り組む姿勢的にはちょっと心配はしてないんですけど、まあ、あとはそのどこまで目指すかっていうところもね、大きくこう影響してくるのかなとは思いますんで、そのあたりはそうですよね、そのどのレベルまでって言っていいんですかね。確か亀井さん、あの関西に限らずなんか別に違う場所の受験してもいいんじゃないかっていうことも最初なんかおっしゃってたような気がするんですけど、そうだ、子供がそのなんか例えば富士山が見えるところがいいとか、なんか東京の生活に憧れて東京の学校ってどんな学校があるとかは言うので、うん、まあそのまあ、自由に選んでもらってもいいとは思っているんですけど、なかなかその範囲が広がると、返答する学校の数も増えると、なかなか情報がね、精査できないので、一切は難しいんですけど、まあ子供がほんまにこう、補強を受けてみたいって言ったら、それもありかなとは思うんですけど、どこまでこう、実現するのか、ちょっとまあわかんない感じですかね。でもまあまあ勉強してると選択肢は増えるんじゃないっていう話は。子供もそれを理解してて、特にお子様にとって、まあ、東京ってねかなり遠く感じるかもしれないですけど、楽しい場所やって思ってるみたいで、うん、なんかこうキラキラしたイメージで流行り物が東京に集中してるっていう、こうちょっと地方の憧れみたいなのがあるので、東京ってすごいみたいなことを子供は言ってる、うん、確かに東京はね、それこそ原宿とか女子中高生いますし、なんか原宿のおしゃれなスイーツのお店がっていう話ばかり聞かされますね、うん、まあ女の子やなと思いながら、まあ、でもそれがねこう原動力になるのも全然頑張れるんやったらいいと思って、うん、実際ね、もしね本当にこう東京受験とかするとかなったら、こっちの学校情報っていうのはね、あのまあ僕は女の子の学校ってそんな詳しくないですけど、まあ何かお話できることがあればね、ぜひ聞いていただいて、ぜひお力をいただけたらと思います、はい、まあでも受験っていうものをこう機にね、そういうことを考えるっていうのも僕は結構なんか楽しいなって思うタイプなんですよ、まあ親としても、まあきっかけとしてね、その勉強っていう視点だけじゃなくて、こう物事の視野が広がるって考えると、こう大阪でしか学校が選べないっていうよりは、まあ、そうやって選択肢はいっぱいあるってい こう目が向くだけでも全然いいかなと、世の中を知るっていう意味ではね、それは社会勉強というか、それも一つ勉強やと思うんで、実際お子様東京受験したいって仮に本当に言ったとしたら、なんかこう引っ越しとかも含めてね考えなきゃいけないのかなっていうふうになると思うんですけど、そのあたりはどうなんですか。いや、あの不可能ではないとは思ってます。まあ、ちょっとね頑張って、あの家族から、まあ、僕たちの両親からちょっと相談したりする必要はあるとは思うんですけど、うん、まあ、あの可能性がゼロではないとは思ってますね、うん、もしねお子様がそういうことでっていうことで、ね、だったら、まあ、家族でね東京に引っ越しっていうことも考えられるっていうのは、亀井さんとしてもこう新たな生活にこう切り替わるタイミングって考えると、お子様の中学受験ってやっぱすごい大きなイベントごとですね。イベントって言っていいか分かんないですけど、いや、じゃあ本当そう、あ、そんなにこう、まあ、大阪で生まれて大阪で育ってるだけって言うとあれなんですけど、そんなにこう縛られてるあれでもないので、まあ、どっかなんか生きてるうちにどっかにちょっと移住してみたいなっていう、あの僕のそのなんかその夢じゃないですけど、まあ、それもいいやろうなっていう感覚もあるんで、まあ、子供が本気でこうチャレンジしたいってなったら、それを応援してあげるのも、まあ、僕の人生が変わるきっかけにはなるとは思うし、まあ、それでこう親が大阪に、こう限定することで子供のこうね、なんか夢じゃないですけど、まあ、その選択肢減らす必要はないかなとは思いますね、うん、なんかそのあたりは結構あの意外とね、あの中学受験を機に引っ越しをする人って、あの僕の印象として最近結構いらっしゃるんだなっていうのがあって、東京内でも結構引っ越す人いっぱいいるんですよ。東京って言ってもあの、まあ、23区あれですけど、あの支部含めると広いですもんね。そうなんですよね。まあその場合はね、お仕事の関係とかそんな影響ないのかもしれないですけど、引っ越しっていうこと自体はね、
意外とあるんだなっていう印象が僕もあるので、なんか今広げすぎると今度選べなくなるかなと思うんですけどあそこは割とこうニュートラルに選んだらいいかなと、うん、子供が本当に行きたいと思うんであれば、うん、試験の日程がね、ちょっと差がありますので、関西の方がちょっと早いんです。そうなんですよね、関西が早くて、東京はもう2月1日からなので、関西の受験が終わってから2、3週間空くんですよね。だからそういう意味では、もしね、受けてみようっていうことであれば、日程的には全然問題ない受験かなと思うので、関東の人はその前受けでこう関西にこう実力試しに来るって、あの2月の勝者じゃないですけどそんなんで聞いたりねしますし、でもあれですよね、受験って合格発表あると割とすぐ入学するか決断しないといけなかったり、学校によってはと思うんですけど。そうですね、入学金を全額払うパターンもあれば、まあこっちの方だとその一時的にね、例えば5万円とかっていうのをこう1回預けて、そうすると2月の5日とかぐらいまで決断待ちますみたいな。あ、デポジット的な。そう、デポジット的な。2月の勝者の漫画の話が出たんであれですけど、なんていうかこう捨て金というか、まあ、その辺の金銭的な覚悟もね、そろそろしとかなあかんなと思いながら。そうですね、そのあたりね、ちょっとお金の話ってちょっとあれですけど、実際ね、余裕持ってこうね、構えられたらいいんですけど、あれっていうところでかかったりすることありますんでね。そうなんですよ、ね、まあ、金額がどうというよりも、そのお金が出ていくという、まあ、それを覚悟しといた方がいいんやなっていう感覚は、うん、今からすると育てとこうと思います。そうですね、なんかそういうところもね、お子様学習をこれから頑張っていくこの1年間の中で、亀井さん奥様含めてそういったところの下調べというか、うん、そういう調査もちょっと本格的になってくる1年になりそうですね。そうですね、まあ、それこそ志望校探しはもうとりあえず今年中にはというか5年生の間に、ね、ある程度目星をつけないと、来年以降 その学校別の対策とかにはなってくると思うんで、まあ、今年1年子どもの成績がどれぐらいでこう落ち着いてくるのかっていうのと、志望校どこまでこうチャレンジしていくかっていうのは多分一番ね大きな課題というか目標になってくるのかなと思います、うんうん、今日のお話すごく今までと違って、またね、いろんな話をちょっと聞かせていただいて、なんか1年経ったんだなっていうのを僕今こうね話しながら、亀井さんとこうやって1年話してたことをすごく思い出すんですけど、ここからのまたね2年間っていうのはどうなっていくんだろうなっていうのを聞かせていただけるのは僕はすごく楽しみなんですけど。いやでも実際ね、通塾してみるまでわからんことっていっぱいあるんで、塾これから行こうっていう、まあ、一つ下の学年とかの、そのママ友さんとかの話、まあ、僕じゃなくて、まあ、奥さんの方ですけど、聞いてたりすると、やっぱり知らないから不安なことって多いじゃないですか。僕たちもこう行き始めるまでどうなんやろうっていっぱい疑問に思ってたんですけど、まあ、なんか溶け込んでみるとわかるので、最初、まあ、まず行ってみて、合わなければその転塾でも、その方向転換でもすればいいのかなっていうのは、行ってみて気づいたことで、まあ、やってみて、会わなければ帰ってみるっていうのでもいいやろうし、まあ、これからも多分そうなので、まあ、いろいろやってみたらいいのかなとは思います、うん、ここでねちょっとコピー機の話をまた少し聞いてみたいんですけど、最近どうですかコピー機の方は。なんか資料を貼ってみたりっていうのは、まあ、ちょこちょこするんですけど、浜学園のそのテキストの作り方やと思うんですが、例えばまあもう問題を解くのにその問題集をコピーするとか、その回答用紙をコピーするっていうのは、その塾の方のテキストとして同じレベルの問題を5回分もテキストと問題集として出来上がってたりするので、まあ、浜学園だからなのか、毎日毎日コピー使うような状況では今のところはないんですけど、うんうん、まあ、ただまあ5年生6年生となった時にどうなのかは、ちょっとこれから僕も楽しみというか、学習してるとやっぱ得意なところもあれば苦手なところもね、今日お話になったと思うんですけど、まあ、こう苦手なところってこう何とかしてこう覚えていくっていう作業がどっかで必要になってくると思うんですよ。だから結構やっぱ隙間学習というか、こうもう苦手なところをコピーしておいて、ちょっとこう見る機会をね増やすっていう、なんかのタイミングでちょっと見るようにするとかっていうので、目に触れる機会をできるだけ増やしていきましょうっていうふうに、ね、してるお客さん結構多いので、まあ、そういうようなね使い方でもいいのかなというふうに思いますし、なんか結構暗記もの、まあ、社会もそうです、理科もそうなんですけど、こう見て
こう視覚的に入れてっていうことを繰り返す、ね、もの多いと思うんで、参考書なりテキストパラパラめくるよりはこうぜひそういう使い方をさせてもらおうかなと思います。うん、やっぱりなんかこう書き込む用だけではなくて、それ以外のところもね、気楽に使っていただけるのがいいのかなっていうふうには思うので、そういったところもね、どんどん使っていただけると嬉しいかなと思います。あとどうですか、この3ヶ月。4月春ぐらいから見たときに、この後半、まあ、半年とか、まあ、3ヶ月見たら、まあ、子供自体がその勉強するスイッチ入るのがこう早くなった。自分からスイッチ入るようになる率が高くなったようなその成長、言い方が合ってるかわかんないですけども、子供じゃないなっていう思うことも、まあ、多くなってきたので、まあ、親がやらせるというよりはもう子供が自分でこう選んでやってもらえるようになってきてるんかなとは思うんですけどね。うん、多分あと1年経ったらさらにね、お子様成長するのかなっていうふうに考えると、いやそうで、なんか僕たちからするとあっという間1年過ぎてるんですけど、子供はだいぶこうね、まあ、変化してるというか成長してる、うん、成長しますよね。なんかそういう意味ではこうインタビューね、季節ごとでさせてもらって思い返してみた、そういえば変わってるなっていうのを実感させてもらってるというか、この1年、まあ、4年生のカリキュラムを受けてきて、まあ、それがベースで多分次のね5年生の、まあ、学習なり成績なりが出てくるんで、まあ、4年生やってきたことがちゃんとこう身についてるかみたいな部分も見えてきたりするのかなと思うんで、ちょっと頑張って、まあ、どこまでいけるか分かんないですけど、うん、子供がねやってよかったとか成績上がって嬉しいとか思ってくれたら一番かなと思います、うん、次はだからさ、まあ、6月ぐらいか、夏の前ぐらいですね、はい、だからこうゴールデンウィークを過ぎてっていう時期にまたお話をね聞かせ、その頃には多分もう5年生っていうね、もう意識も出て、今はね学校だと4年生っていう学年だと思うんですけど、学校でもね5年生になってると思うので、そういう意味で多分私立、私立だからかもしれないです、学校の方ももう5年生の教科書とかに入ってきてるので。あ、そうなんですね。あ、学校のカリキュラムもやっぱちょっと早めなんですね。もう今公立って多分しないですよね、ちゃんと学年変わってから。学年変わってからですね、公立の学校は教科書配られるのも多分そうですよね。そうですね、子供の時多分そうやったと思うんですけど、そうですね、もう多分5年生の教科書が出ると、うん、まあ、その辺だからあまり先取りというよりは学校と塾が割とこう、うん、そんなにずれてない感じもしますね、うん、まあ、ちょっと6月にまたお話をね、はい、聞かせていただきたいなと思いますし、なんかまたその時がねどうなってるかって、今から僕は楽しみだなっていうお話を今日聞かせていただけたので、また6月、はい、また、うん、お話をさせていただけるといいかなというふうに思うんで、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。